どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、マリオットモンブホテルの特別対応ね、また発表されましたので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。 SP ジャーメックスのねクレジットカードありますよね。こちら保有されている方、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではですね、早速ね内容に入っていきたいと思うんですけども、今回ね発表された内容は2つっていうふうになっておりまして、まず1つ目なんですけども、無料宿泊特典の有効期限の延長ですね。で、2つ目なんですけども、ポイントの有効期限延長というふうになっております。でですね、このポイントの有効期限延長に関してはですね、本来マリオットモンブホテルのポイントっていうのは有効期限がね2年間というふうになっているわけなんですけども、まあ、今回のね延長対応で2022年の3月31日までですね、有効期限延長になるっていうふうになるんですよね。なんですけども、マリオットモンブルねポイントっていうのは利用していただく、もしくは獲得していただくとですね延長されるっていう風になっておりまして、 SP ジャーメックスね保有されている方で決済ねされている方は毎月ねポイントっていうのは付与されていきますよね。ですので、まあこの延長対応に関してはですね、SP ジャーメックスをね保有されてない方であったりですね、マリオットモンブルホテル時代ね利用されてない方に関してはですね、いい発表なのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあね SP ジャーメックスね保有されている方、もしくはですねマリオットモンブルホテルね宿泊されている方に関してはですね、基本的にねポイント獲得ねできてるかなっていうふうに思いますので、特にね今回のこの発表に関してはですね影響はないのかなっていうふうに思っております。それでは次にですね、無料宿泊特典のね有効期限延長ということで、マリオットモンブルにはですね無料宿泊特典というのがあるわけなんですけども、フリーナイトアワードっていうね名前になっておりまして、これは SP ジャーメックスね保有されている方いらっしゃると思うんですけども、更新すると無料宿泊特典っていうのねもらえますよね。こちらの名前が E サーティフィケートっていうわけなんですけども、まあ、これがですねフリーナイトアワードにね該当するっていうふうになっておりまして、今回のね特別対応でも延長のね対象になるっていった形になります。またですね、このフリーナイトアワードっていうのはですね、マリオットボンボイのスタンステータスね獲得された方で年間チョイス特典っていうのをね選ぶと思うんですけども、そこでねフリーナイトアワードねありますよね。こちらを選択された方もですね、こちらね今回の特別対応でね延長の対象っていった形になっております。またですね、ちょっと前にね解説動画出させていただきましたけども、対象者限定でねこの無料宿泊特典がねもらえるプロモーションっていうのもねありますよね。これも対象っていう風になりますし、またですねマリオットモンブルホテルにはですねポイントをねお得に利用できるトラベルパッケージっていうのがねあるわけなんですけども、こちらもね今回の特別対応で有効期限のね延長がされるっていった形になります。でですね、このトラベルパッケージって何ですかって思う方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらもね私の動画でね解説って多分出したことがないと思いますので、こちらもね簡単に後でね解説させていただきます。でですね、今回発表されたフリーナイトアワードの詳細なんですけども、まあ、公式サイトね一応概要欄に載せておきますので、気になる方はねそちら見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね Google 翻訳とかでね訳してしまうとちょっとねよくわかんないね文になってしまいますんで、要約するとですね、有効期限が2020年から2021年の1月2日までの無料宿泊特典ですね、こちらが対象っていった形になります。で、延長後のね有効期限に関しては2022年の1月3日までっていう風になってるんですよね。でですね、注意事項に関してなんですけども、延長対応は対象っていうのが元の有効期限が2020年の無料宿泊特典がね対象っていった形になりますんで、元々のね有効期限が2019年のものには今回の特別対応ね対象外っていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。でですね、この今回の特別対応に関しては特にね私たちが何かするエントリーがね必要っていう風にはなっておりませんので、2021年の5月の6日になればですね自動的にね更新されるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。でですね、こちらの公式サイトにですね2021年の5月の6日っていう風にね記載をされているわけなんですけども、まあ、こちら英語のサイトで基準時間はねアメリカのね基準時間になってるかなという風に思いますので、ある程度ね前後する可能性はねあるかなという風に思いますので、この点もね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。
それでは次にトラベルパッケージですね。こちらも有効期限が、延長っていう風になっておりまして、内容はねフリーステイギフトの無料宿泊特典とね内容は一緒になっておりまして、延長された期限はですね2022年の1月3日までね利用することができるっていう形になっております。でですね、このトラベルパッケージっていうのはお得ではあるわけなんですけども、マリオットボームポイントねかなり必要っていう風になりますんで、まあ、お得はお得なんですけども、まあ、ここまでね貯めるっていうのはかなりね大変っていう感じになりますので、まあ、こういうね利用の仕方もあるよぐらいでね思っといていただければなっていう風に思います。でですね、必要ポイント数なんですけども、このトラベルパッケージっていうのはですね、マリオットボームホテルのホテル宿泊7泊プラスマイルがもらえるっていう風になっておりまして、こちらねマリオットボンボホテルの7泊プラスユナイテッド航空のねマイレージプラスにポイントをね交換した時の表になってるわけなんですけども、マリオットボンボよりねホテルカテゴリー5のホテルで7泊プラス5万5000マイルであれば、マリオットボンボポイント31万5000ポイントでね交換できるっていった形になってるんですよね。もしくはですね、マリオットボンボホテル7泊プラス11万マイルだと39万マリオットボンボポイントでね交換することができるっていった形になってるんですよね。かなりね必要ポイント数は高いわけなんですけども、まあ、お得にね利用することができるっていった形になるんですよね。まあ、こちらはユナイテッド航空のね独自のレートっていう風になっておりまして、まあ、その他ね ANA マイルとか JAL マイルとかね交換する場合はこんな感じになってるんですよね。カテゴリー5のホテル7泊プラス5万マイルで31万5000ポイントでね交換することができるっていった形になってるんですよね。またですね、マリオットボムホテルカテゴリー5のホテルを7泊プラス10万マイルの場合はですね、39万マリオットボムポイントでね交換することができるっていった形になってるんですよね。まあこの表ね見ていただければねわかると思うんですけども、このカテゴリーによってですね使用ポイントがね変わってくるっていった形になっておりまして、まあねいいホテルになればなるほどまあ必要ポイントがね多くなるっていう感じになるんですよね。まあねお得にね利用できるかなっていうふうに思うわけなんですけども、ちょっとね今はね海外に行くことができませんので、まあ7泊でね交換するってなると国内だとねなかなか利用しづらいかなっていうふうに思いますので、今後ね海外旅行ね行けるようになったらですね、まあ一気にねポイント交換して利用するっていうのもですねいいのではないのかなっていうふうに思っております。でですね、このトラベルパッケージっていうのが、まあ、実際に本当にお得なのかっていう話なんですけども、まあ、先ほどの、ね、例で見ていくと、カテゴリー5のホテルを7泊プラス5万マイルだと31万5000マリオットボンボポイントがね必要っていった形になるわけなんですよね。でですね、カテゴリー5のホテルを7泊するというふうになりますんで、カテゴリー5のホテルはですね1泊ね3万から4万ポイントでね宿泊することができるっていった形になりますんで、まあ、仮にねスタンダードのシーズンで1泊3万5000ポイントでね計算すると24万5000ポイントがね必要っていう風になるわけなんですよね。でマリオットボムポイントはですね4泊ねポイント宿泊すると5泊目がね無料になるっていう特典がございますので、まあ、それを考慮するとですね7泊で21万マリオットボムポイントでね宿泊することができるっていう形になるわけなんですよね。でですね、これがトラベルパッケージだとカテゴリー5のホテルで31万5000ポイントで7泊プラス5万マイルがねもらえるっていう風になりますんで、10万5000ポイントをですねマイルにね交換していただくと、マリオットボンボイポイントはですね6万ポイントを一度に交換すると2万5000マイルにね交換することができますので、残りのね4万5000ポイントをマイルに交換すると1万5000マイルっていう風になりますよね。まあ、合計すると10万5000ポイントっていうのは4万マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。まあねすごい差が出るわけではないんですけども、こちらを考慮するとですねトラベルパッケージで交換した方はですね1万マイル多くもらえるっていう風になるんですよね。ですのでこのマリオットボムポイントをねすごいたくさんね貯めて、このトラベルパッケージっていうのをですね利用するっていうのはですねお得なのではないのかなっていう風に思っております。まあとはいえですね7泊っていう風になりますんで、まあ国内でね利用するっていうのはなかなかね7泊まであると飽きてしまうっていうね部分もあるかなっていう風に思いますので、まあ今後ね海外旅行とか
かね行けるようになった時にですね、こういうサービスもあるっていうのはですね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。まあ、逆にですねマリオットホームポイントを普段ね全然使わないようにしてこのトラベルパッケージをですね狙っていくっていうのもですね結構いいのではないのかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。